I just wanna stay bad, stay mad, shit. 田中俊太からチャラディップ、サイファーチャンス、ナイストラップ、1対1、ロベス、シュート、ゴールの右。右サイド、オガシワが中に入れて、チャナティップ、ワンタッチ、優しいボール、いや、完璧だ。金子からプチッチ、今日2点目。サイ選手、選手層も熱い相手にどう戦うか。さあ、チャナティップがよく前を見た、倒れませんが、今回、ワンタッチ、ツータッチのパスをつないでいきながら、相手を崩すのも一つの武器です。さあ、チャナティップの持った、チャナティップが倒れて。さあ、間もなく前半は45分を経過します。間際のところチャナティックが粘って、ほら札幌です。指示通り、はい、2列目3列目から素晴らしい飛び出し。さあチャナティックです。アドバンテージが見られています。まあ、ボールを保持できていると思っても、まあ、仙台の前線の選手が戻ってきますから、はい、背後からボールをつつかれるというシーンですね。チャナティックから大橋へシュート決めた。チャナティックです。チャナティックです。大橋は抜けてきた。アンデルソンのゲスミです。チャナティップうまく残します。チャナティップ、ね、チャナティップ大原、チャナティップの勝ち、非常に小技。この先ももちろんフォーバックという理想はあるけれども、小ヶ島が抜けてくる。小ヶ島決まった。チャナディップ胸を落として浮かしてアンデルソン・ロペスシュート。田中俊太がここチャナディップワンタッチ後ろから金子のシュート決めた。細かいところチャナディップ、はい、チャナディップの前が空いた。右足のシュート浮いた。小前が走る、前を向く、折り返した。チャナディップ決めた。チャナディップの今シーズン初得点。この笑顔が札幌ドームに戻ってきました。チャナティック、クボリ、チャナティック、中には小前とアンデルソン・ロベス、テクニックを見せる。ボールをキープします。奪った札幌、高子からチャナティック、うまくかましたボールですが、札幌チャナティック、うまいですね。裏に蹴る、小ヶ島が走ります。日本はこの時間も札幌です。さて、アンデルソン・ロベスが抜ける、シュートズ、あ、来ましたね。さあチャナティップです。チャナティップが自ら持ってツチッチへ、ツチッチペナルティー、左足シュートでやった。卒ルーキーたち、まあ、今年の2年目の選手たちが躍動しましたからね。ここを裏に出る小橋は、小橋はトラップからシュートまでいけるか、ね、そうですね。今のも札幌チャナティップうまいターン、再三再四素晴らしいセーブを見せるコンサドーレの守護神菅野です。チャナティップキープ、札幌が先制点を奪いました。まあ、本当両チームにとっても最初のチャンスという形でしたよね。この試合連続のゴールです。すごいですね、はい、さあチャナティップ出足鋭く奪ってロペスが抜けてくる。サイドを変えてそのチャナティップ、いやすごいですね。素晴らしいですね。青木、そして左にチャナティップ、小頭もいる、肩がついている。うまい追返しから左へ福森、はい、ワンタッチにこれね、ルーカス、まあ、サイドを生かすためにもワントップのアンデルソン・ロペスがしっかりボールを収めることが必要ですよね。スピードに乗って小頭行く、渡辺剛ブロック、いやもったいないですね今ね、ちょっと時間を作りすぎました、はい、小頭粘った、チャンスだ、1対1シュート、いやまだチャナティックフリー、ファーサイド荒野のヘディングの展開、札幌が拾う、チャナティック裏を取る、ね、右サイド青木が上がっていった。チャナティックが自分で行く、チャナティック自分で行って右足のシュート、チャナティック大外を福森が追い越します。シアンはちょっと振られるところですが、あ、倒れない、アドバンテージを見た。チャナティックがここは倒れない強さを見せるレオシルバ、まだチャナティックが持つ、いいね、左に菅見てたらまやられてしまうのでスペースを埋めに行くことも必要だと、まあ、そういった対策がこれから必要になってきそうですね。そうですね。小泉がすぐさま戻る、チャナティップ、ここも倒れない、左足でクロスが入って小前、ゴールキーパー大きいですし、まあ、このキレですよね、クッと、まあ、球際も強いですし、いいタイミングで小前選手入ってきたんですよね、うん、